た枠が使われる。限定のホワイトタワー、ホワイトタワー
ヨーグルトとソイジャーのフレーバー、種類混ぜて作ってます。ホワイトサワー。はい、とても美味しいです。いいんじゃない？黄色。オレンジ。白。透明の飴を使ってどんどん色と量の調整をしていきます。水色、こちらで分配が完了です。分配完了。お次は白い飴に空気を入れます。飴に空気を入れてサクサクふわふわの食感に変えていきます。見た目もふわふわに変わります。キャンディーも同じ5キロ、だんだんふわふわに変わります。
白いテーブルでは絵柄をもう作り始めていってます。ソフト絵のイラストを描くので四角形をたくさん使います。できました。こちらが中心、そうですね、中心です。形が変わらないように紙作り始まった一番右側のテーブルで冷まします。下側今お姉さんが作ってます。
下側の半分ですね。下側の半分が、できました。これ下側半分関係。はい。伸ばして切って、二つにします。もう間もなくパーツは揃います。じゃあもういい？もう行く？はい、余分したものをくっつけて、ね、あ、少し実です。お見せしてください。どうする？じゃあもう行く？いいね。はい、下完成ですね。はい、
ラム上に付ける白いプラスヒーターは用意できました。あとは残った白い飴をかまぼこみたいな半円状の形にしていきます。
完成です。はい、それでは巻きます。完成です。はい、完成です。ありがとうございます。完成しました。こちら鳥さんですね。小学校6年生までのお子様にプレゼントしております。はい、おしっこたくさんいたらじゃんけん大会、たった子一人にプレゼントのじゃんけん大会になります。試食を配ってしばらくしたらじゃんけん大会始めます。おしっこは帰らず待っててください。まだこんなじゃあぐにゃぐにゃ。はい、まだこんな感じです。これだとキャンディー切りづらいので、まずは転がしながら今扇風機も使ってゆっくり冷ましていきます。切れる硬さまで冷めたらご試食。2箇所のテーブル、僕の両側2箇所のテーブルで切ります。冷めるまでもう少々お待ちください。大きい、分かんないで。中の絵柄見てからお召し上がりくださいね。空気たくさん含ませているので、噛んで食べるとサクサクしてとっても美味しいです。はい、お待たせいたしました。はい、キャンディー冷めましたのでご試食お切りいたします。こっちとそっち2箇所のテーブルで切ります。はい、安い方でご覧ください。はい、それでは皆様カウントダウンからご一緒にお願いいたします。いきます。せーの、3、2、1、よいしょよいしょ。はい、切れました切れました切れました。ありがとうございます。マジお渡ししていきます。予定から順番に100人のスタッフがお渡ししていきます。その場でお待ちください。マジお渡しいたします。